愛問題研究家の山崎セミコです。本日の恋愛大学のテーマは愛を受けると女子力が高まる件でお勉強していきたいと思います。本日も恋愛大学助手黒姫ちゃんです。恋愛大学助手の黒姫です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして、リアルな、大阪のアシスタントのりーちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、セミコ先生、本日の相談なんですけれども、カリナさん31歳営業職の方からです。はい、私は興味のない人からご飯に誘われても基本的に断るのですが、はい、友達から行ってみたらイメージ変わるかもよと言われます、うん、一度くらいは行った方がいいのでしょうかということなんですけれども、うん、これは結構難しいラインですよね。行くか行かないか。いや、行った方がいいよ。あ、本当ですか？あの、断る？りーちゃん。私はもうよっぽど嫌じゃなかったら行きます。そうね、くるみちゃん断りそうよね。断りますね。あ、筋がしっかりしてるからね。もう見にくいやから、顔が良くなかったら もうどこ連れて行こうが。そうですね。あ、でもほら、顔良くなくて何系のレストランやったら行ってもいいかなと思う。何系？ちなみに例えば全然好みの顔じゃない自分が、はい、もう県外やねんけど、こういうとこ行こうよ。例えばこういうあの、まあ、ウルフギャングとかステーキハウスとか、なんかそういう、あ、ここの鉄板焼き、ここの今日の江戸前寿司とかなんかあるじゃない。何だったら行ってもいいかなって思う。いや、行かないですね。食べ物でも釣られない。それだったら自分でお金払って行きます。あ、そうか、ゆっくりでも食べてる。あ、そうなんや。あ、そうか。でもこれは私は、まあ、あの、普通はりーちゃんみたいにぜひ行ってください。いいんですね。うん、行ってください。それはなぜかって言ったら、まあ、誘うってことは男性が1対1で、その女性に対して好意はあるから誘うよね。そうですね。みんなでこれ3人4人で集まろうやって言うんじゃなくて、1対1でご飯行きましょうって連れて行ってもらったことある？誰か行こうやって言って。ある、はい、何食べに連れてもらいました？今までで、わ、行ってよかったと思える、なんか、あの、お誘い。そんないいところに連れてってもらったこと多分ないです。ない。普通のちょっといい感じの居酒屋みたいな。あ、おしゃれな居酒屋さん。はい、ああ、そうよね。だから、その自分が好きじゃないタイプの人でも私はぜひ行くべきなんですよ。で、黒姫ちゃんかって、あ、そっか、見てるか、メガネかけてて実はメガネ外したらイケメンやったとかね。ないか、マスクしてるからね。だからそういうあれで何がいいか言ったらね、あの、まずその皆さんが、まあ、何歳になったとしても男性と話すトレーニング、女性と、ね、話すトレーニング、男性の方は女性と話すトレーニングで、女友達と一緒にお食事行ったりして女性と喋る、男性と喋るっていうのは非常に大事なんですね。だから、友達とご飯食べに行く、ね、マッチングアプリでも私どんどん行ったら喋る練習ができるから、緊張していとこが出せなかったとかいうのがない。女同士でも緊張する人いてるよね。女同士の集まりでも初対面やったら緊張したり、だから緊張っていうのはどっから来てると思う？慣れてないから。うん、慣れてない、そうそう、慣れてないのもあるんだけど、ええとこ見せなあかんってどっかに思うから緊張する。その心なのね。例えば、あの、人前でプレゼンみたいに何か発表してくださいとか喋ってくださいって言われた時に緊張するでしょ。しますね。ちゃんと喋らなあかんなと思うから緊張するんです。そこを解きほぐすには、あの、お互いね、その異性と話す練習する場っていうのは非常に必要なんですね。特に女性の場合はね、好意を持ってくれて、その人が女性として私たちを認識してデートに誘われた場合っていうのはぜひ行ってほしいんです。なぜか、これはね、はい、あの、黒姫ちゃんなんかまだね、あの、お付き合いしたことないから、ね、もう全然お付き合いしたことないんですって。手もないです。手もない。またかっこいい人がね、現れた。そうなんですよ。でもすごい、それってね、いいよ本当に。あの、昔のね、時代みたいな、戦国時代とかなんかそんな感じでいいよ、すごく。だからね、そういう、まあ、人なんですけど、なんていうかな、愛情っていうのをこう、例えばね、相手が本当に自分のこと好きかどうかっていうのを分からなくなってる人多いの。あ、うん、遊ばれちゃう人ってね、まずは、恋愛慣れしてなかったら相手が、ドタキャンしたりとか、で、デートの時でも存在にしたりとか遅刻してきたりとか、そういうのって普通なのかなって分からないの。あ、で、それでも好きやって言って、そういうエッチな関係もあるから、
これが交際なのかなとか、なんか思って、なんか愛されてんのかなっていうのをクエスチョンで付き合ってる人もいるの。だけど自分のことを好きな人っていうのがデートに誘ってくれたらちゃんとエスコートしてくれるよね。そうですね、うん、食べ物で無席座った時に何か食べたいもんあるとか聞いてくれたり、そうじゃなかったらある方なんかはいつもデートで何食べに行くんですかって一応こうカウンセリングを聞くのね、はい、そしたら彼が好きなんでラーメンが、私はいつもラーメンの食べ歩きに付き合ってますって。でラーメン食べた後どうするんですかって聞いたら、ラーメン食べたらすぐホテルですって。なるやん、うん、でもそれを恋愛初心者やから分かんないの。普通で彼がラーメン好きやから私は合わせてラーメンを食べに行ってますって言うんだけど、普通は男が女に合わせなあかんのちゃう、これ。そうですね、うん、な彼女何好き、あなた何好きなのって、何々ちゃんは、うん、黒姫ちゃん何食べたいとか、年上私でも聞くよね、うん、何か食べたいもんあるとか、いつも聞いてください、うん、聞くよね。これを聞かずに自分がラーメン好きやからラーメン巡り、こういう男の人多いのよ。だけどね、その裏にはあのラーメン巡りをする理由っていうのは安く済ませるのもあるのよ。わかる？単価が安く済みますね。単価安く済むの。そんなビールも飲めへんしね。そうです、ね、頼んでも餃子ぐらいじゃない？餃子食べてラーメン食べてすぐ終わってホテル行く。その繰り返ししてる人も結構多いの。いやじゃない、もう俺ラーメン好きやから、もう好きやったあんた一人で食べに行ってやみたいな。女の人そんなラーメンめちゃくちゃ好きな人の方が少ないんじゃないかな。そう、毎回はしんどいですね、うん、時々はね行ってもいいけど、あんまり女性ってラーメン食べに行かないよね。そう、席もちょっと狭かったりしますしね。そうそう、ほんで何の話すんねんってなるからね。デートでそういうとこ選ぶ人って NG だけど、そこ分からないか、それでもほら半年付き合ってるんですって言って、でそのいいところで食事ってしたことがないっていう人なんかは要注意よね。うん、要注意。だから本当にその人が自分のこと好きだったら何が食べたいか聞いてくれるはずなんですね。だから気のなくてもデートに誘う人っていうのはその子の人のことを少しいいなと思ってくるから誘うでしょ、はい、そしたらどういう形でデートしてくれるかってこう見比べられる。あ、うん、あこういうふうにして優しいんだっていうふうに分かれば、愛情ってそういうことだ、受け方っていうのかな、愛の、それもねできますし、そしてね自分のことをね好きかもしれない男性と会う時ってね、意外の女の人っておしゃれしていくのよね。そうですね。だからそれは行かないですね。え、すっぴんとかでは行かないよね。その心は 何ですか、やっぱりりーちゃんこれは。何ですかね、やっぱでも幻滅はされたくないっていう。そうそうそう、これプライドよね。だってほらいつもなんか憧れてますとかね、なんかいいなって、可愛い格好してるわって言われてる人の前ですっぴんでね、ジャージではいかんやでしょ。ね、そしたらまあそういうふうに褒められてるし、綺麗にしていこうかなと思うのがやっぱり心意気なもんでね、これは。だからそれでまた綺麗にしていったら相手褒めますよね。ね、今日もなんかいいな、すごい素敵よねとか、そういう気持ちでね褒められたらやっぱ伸びるからね、みんな。基本みんな褒められたら伸びるんで、そういう言葉を受けるのも大事。女子力が上がっていくってことですね。上がります。そしたらまたこいつはそういう風に褒めてくれたわ、自分のこと、居心地いいよね。そうですね、うん、褒めてくれるからね。だから相手のことが、まあ、憂鬱になるようやったら会わなくていいと思う。デートするのがあいつと会わなあかんかなって憂鬱になるんだったら会わなくていいけど、別にほら話をよく聞いてくれるとかね、でいつも自分に合わせてくれる程度やったらね、何ヶ月か1回デートしてもいいんじゃないかなと思いますよ。なるほど、うんうん、だから美味しいものも食べさせてくれるしね、きっとデートに誘ってきた以上ご馳走してくれるでしょ。そうですね、うん、この3つのいいところのメリットっていうのが、女子力が上がる、そして2つ目で愛されてる実感とかね、感覚っていうのをこう、あこれが愛されてるってことなんだって分かりますから、うん、それとブレない。誰かが遊びで寄ってきたとしても、いやこの感覚って本当に愛されてる感覚じゃないって、この人だけは特別じゃないんで、愛されてる感覚ってどこでも同じなんでね、誰とあれしても一緒なんで、であと美味しい、いい食べ物も食べれるし、話も聞いてくれると、この3つの、メリットがあると思うんで、ぜひ、気のない人でも実際ね、なんていうのかな、最後にね、はい、あんまりね、その
全くタイプじゃなくて、うん、2人で行ってみたらめっちゃいい人で恋が始まったって人もいるの。いるんですね。いるのいるの。みんなといたらそんだけの気遣いとかそういうのが分からなくても、うん、2人で行った時にすごい気のつく気遣いのある人やってことで、あの恋が始まったってケースもあります。食わず嫌いっていうのかな。あ、そうですね。で、食べ物でもない、なんか見た感じあんま好きじゃなくて食べて美味しかったものってある？あります、ね、何がある？トマト私嫌いなんですけど、あのおしゃれにされてたら食べれます。マジで？で、そうそう、そんなもん。私カニ味噌がね、子供の頃見た感じがほら色も汚いし、えっとか思ってたけど、食べたら美味しいよと勧められて食べたら美味しかった。でそういうのもあるから、まあ、食わず嫌いにならず、その人の本質を見るチャンスなんで、あの無駄にしないようにしていただきたいと思います。はい、そういうことで本日の恋愛大学終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。